2019天皇杯王者ヴィッセル神戸と2019 J リーグチャンピオン横浜 F ・マリノスが対峙する富士ゼロックススーパーカップ、そのベストゴールを選出いたします。皆さんこんばんは、エキスポーターチャンネルの箱田ヌーです。富士ゼロックススーパーカップ2020マリノス対ヴィッセル神戸の試合で入ったゴール、その中でのベストゴールを選出します。そのゴールがこちら、神戸ドーグラス選手のゴールになります。ドーグラス選手は清水エスパルスからヴィッセル神戸に移籍してきてからの第1号ゴールとなります。5冠を目指すヴィッセル神戸の補強が成功したと言えるんじゃないでしょうか。そんなシーンになりました。以上がゼロックススーパーカップルベストゴールセレクションになります。以上、箱田でした。ありがとうございました。